くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。野球嫌いです、くるぶしです。俺も嫌い、ちょいです。ダメじゃん。いきなり高校野球は好きよ。あ、そうなの、うん、それはドラマ的に。そう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 、プロ野球はね、金の匂いがして嫌いなんだ。なるほど、うん、俺深夜のプロレスが好きだったんですよ、見るのが。ほうほうほう。それね、野球のせいで延長になったりするのよ。2時とか2時半とかにやってたの。小学校の頃2時とかに起きてきついでしょ。それ野球のせい、はい、ということですね。平加減に旋回。今日はですね、はあ、初の、はあ、俺の嫁からリクエストを、いただきまして、みっちゃんありがとう。あのなんかちょっと、インスタグラムの方でそれを紹介した動画がプチバズってるっていうのを聞いて、これ面白そうだからやってみればということで、早速今日の、アイテムを紹介したいと思います。はい、こちらです。はい、ダイソーベースボールゲーム、ダイソーさんで、売ってるベースボールゲーム。ほう、すごい本格的。ねえ、ね、ダイソーさんによくある、100円じゃない商品、ね、おもちゃってまず買わないからさ。買わへん、ダイソーでおもちゃは買わへん、ね、買わないよね、うん、だからその100円じゃない商品がどんぐらいあるのかも知らないですけど、300円だなって感じ。300円するなって感じ、するなって感じ。3つ買えるってことやもんね。そうね、なんかトスマシンらしいんですよ。下の土台がトスをしてくれる、うん、ほうほうほう。それを売って、そう、売って、うん、ワーキャー言うみたいな。野球版みたいな、ああいうゲームじゃなくて、完全にもうその体感として打つゲーム。なるほど、俺は完全に野球ゲーム言われた時にボードゲームが来るんかと思ってましたからね。そうだよね、思ってたんとちゃうってなったから。楽しいのか、やっていきたいと思います。それでは行きましょう。レディオ1番セカンド井出くるぶし。まずこれをね、ボールを乗せて下から上がってくるんだ。早速行っていいみたいな。ダメだ。ツーストライク、三振になるか。おお、おお、おお、いった。二番サード山田ズーティング。ドキュンの血が。おお、おお、おお。でもゴロやったな。ちょっと上に飛ばして、いや、もうないこ。3番キャッチャー井出。おー、いいね、おー、いいね、おー、いいね、いいね、いいね。これ300円でしたらいいじゃないですか。いや、ほんまにほんまに。完全にやられてます。ツーストライク、ツーストライク。さあ、寝屋川の星、お、寝屋川の星、お、寝屋川の星、お。うわー、超飛ぶね。ボールも全然元気です。結構フルスイングしてますけど、全然壊れない。じゃあ最後、どっち
ちが飛ぶか対決、そうね、慣れてきたところで、はい、負けたらどうします？負けたらどうしよう、チンコうどんしようかじゃあ負けたらですね、これから好きなものの欄に野球と書きますじゃ あの1年間、うん、1年間あの好きなものなんか記入するとかあったら野球を、うん、OK、はい、という感じでね、それでいきましょう、はい、OK、 そう先行後攻決めましょうか、はい、最初はグーじゃんけんぽい、じゃあ俺後攻、後攻当たるまで振っていこうぜね、三振とかって、OK、ね、距離ですか、距離で勝負で OK、 いただきます、おい、いいねいいね、あー曲げてきたね、ピッチャーうまいよ、うまいね、ノットアウト6番サード井出、おー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 、これはいったぞ、結構上に行くんすよね、だからちょっとパーン行くじゃない、どうだろう、いや、行ったんちゃう、これ結構行ったよ、さあこれポンだな、もう俺これ以上は無理、いや4番ヨモララト、大変遊べる代物となっております。いや、300円なら全然、いや全然、俺これまだもうちょっとしたいぐらいよあの撮影後ちょっと番外編とかで一人でやってましたけど、ただちょっと我々のようなもう大人がですね、ちょっと向きになってやるとちょっとボールがこんな感じにこれ番外編でちょうど、いや本当にね、あの卓球部のピンポン玉でよく見てたやつです、これ、もうなるべく力まずに楽しく遊んでいただきたいと、そうですね、勝負になっちゃうとね、ちょっとこうなっちゃうんでね、いやめちゃくちゃおもろかった、お子さんいるところとか、あの僕ら大人でもこんなねちょっとワーキャーできる、今日はですね、この、ダイソーで売ってる300円の、ベースボールゲーム遊んでみたお送りしました、ありがとうございます。380円分ぐらい遊べるそんなに変わんねえな